どうもこんにちは、おっさんゲームズです。今日もゼルダの伝説ブレスオブザワイルドで遊んでいきたいと思います。今このラネールの塔というところにいまして、この塔の近くに見えますかね、サオコヒの祠という祠がありますので、今日はこちらの方をクリアしていきたいと思います。では行きます。サオコヒの祠よいしょ。ハイラル岳と大マックスラディッシュを手に入れました。では行きます。力の試練ジョイ、サオコヒの祠。すみません、実は私これから現れるこのガーディアンに1回はやられてます。実は再挑戦です。順番は前後しますが、このガーディアンを倒すことができれば、これはクリアとなります。ちょっと弓を変えます。よし、倒しました。はい、ちょっともうこの槍が壊れそうなんで捨てます。ガーディアンガードを手に入れました。あ、ごめんなさい、武器ポーチが失敗だった。盾か。なくても、騎士の弓を手に入れました。あー、またまた弓を捨てます。で、宝箱マークがついてるんで、宝箱もコンプリート。スキップします。克服の証を手に入れました。スキップします。はい、というわけで切りがいいので今日はこの辺にしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではまた次回。